はい、お疲れ様です。JRA のせいやです、えー。この動画ではですね、ビンゴ5のね、第13回ビンゴ5の予想とですね、えー、本日行われますミニロトの抽選、えー、予想数字を、えー、上げたいと思います、はい。あとはちょっとナンバーズに触れたいかなと思ってます。はい でね、競馬ファンの方はね、あのー、宝塚記念ね、えー、ゴールドアークター,、えー、私の予想、えー、参考にしていただいて、えー、まさかね、副賞があんなにつくとは思わなかったですね、北さんが飛んだんで、副賞をつきましたけど、まあ、北さんがあそこまで負けるとは思わなかったっていうのは正直なところですけど。 ゴールドアク,ションアクターの副賞っていう選択はね、えー、ちょっと厳しいのかなとは思いましたけどね、配当的に、えー、北さんが飛んだからついた配当なんで、まあ、あのー、北さんがね、えー、有馬記念立て直せばね、えー、普通に有馬記念は北さんだとは思うんですが、やはりゴールドアクターね、えー、今のところ有馬記念も本命です。まだ先のことですけどね。 順調に調整して、えー、機種がうまく乗ればゴールドアクターなのかなと思いますね。やはりグラン、えー、動画でも言いましたようにね、えー、2つのグランプリはね、あの母、ー、音 A っていうのをね、共通してますんで、えー、有馬記念も宝塚,宝塚記念もね、馬名のイニシャル、えー、に関係してるんのは否めないかなと思います。はい 前回はですね、前回はですね、えーねえー、1一予想してましたね、はい、あの未出現だったんですよね、えー、ついに出ました、はい、これで全部はね、未出現数字、えー、出て、あの出てない数字は1個もないです、12回目にして、えー、11も出ました、はい、で私はですね、この1のダブルの日だったんで、年と日が。 えー、19と28を狙ったんですがあ1と10が出ましたね1系列ははいで3系列で3が引っ張るのかなと思ったんですが、えー、03じゃなくてね03じゃなくて30ということだったんですよねでこういうのよくあるんですよね03のあと30とかあのこういうのが例えば04のあと40 はい、まだね、ビンゴはね、始まって12回しか経、えー、ってませんので、えー、どうなるっていうのが、まだね、こっからが一番難しいところですよね。全部の密室源出た。はい。で、今回はですね、あのミニロトの方をね、ちょっと応用したいなと思っております。はい。えー、っとですね、ミニロトですとですね、あのー、 これは大かなり前なんですが、あの昨年の月10月11日ですか、えー、893回の、ねえー、ミニロトなんですが、ミニロトで11出た後とって、あのー、11が引っ張りやすいっていうのが、あのー、あるんですよね。894回でも11が出た、895回でも11が出た引っ張った、896回でも11。 11が出たっていうようにね4回続いたことがあったんですよはいえー、ということを踏まえるとですねえーこんえー、前回11出たのでえー、11は固定したいなっていうのがありますね11は固定したいうん11は固定したいなっていうのがありますちょっときが悪いな F えー、なのでここは11固定しようかとはい 11ね引っ張るんですよねあのカバラでもあの11とか22はあのー、ねあのー、音数も1122持つ馬が逆転の目がある馬だったりとかしますからねで私の,あのブログにも書いてますけど前走11番人気の法則って,って結構来たりとかするんであとはのあのー、音数1馬同士とかってよくピンピン暗示で えー、その馬同士で穴を出したりとかするんで11っていうのはねあの1が2つあるんでこう引っ張りやすいっていうのがある特徴なんですよねあのー、ミニロトでこういうのもあ,あったようにただ必ず引っ張るってわけではないんでただ11が出たら11は引っ張るっていうふうにあのー、ルールを決めといた方がいいですね自分の中で。 あの、前回も言いましたように、えー、日の、日の末日がね、えぇ、ー、21日とか、あの、1、末日1の時は、X8、あの、08とか28とか18とか、X8 が出やすいとか、そういうのは確かにあるんで、こういうのを自分の中でルールを持っておく方がいいでしょうね。はい。で、えー、6月もね、えー、7の月なんですが、最終週になりました。 で、最終周になって7の月で、7系列で出てないの07だけなんで、えー、あとは34とか足して、えー、7になるのは出てるんで、25とか。えー、ここはね、07固定でいきたいですね。これちょっとつかないんで、赤ペンで。ここは07固定でいきたい。ここは11固定でいきたい。えー、前回と同様ですけどね。で、やはりね、あの二、ー、21と31のセットって、 あの出やすいのでこれは当てずっぽうというかねあの確率を狙っていくんだったら2131前回同様にねこれはもう確率の問題なんでここはセットで行っていいのかなと思いますえー、とこれも言いましたこれは言ったんですが、えー、末尾1の時は x8 が出やすいって言いましたよねで明日水曜日がね28日なんですよ だったらこの逆が言えてもいいんじゃないかなっていう逆転の発想ですよね。末尾8の日は、えー、x1 が出てもいいんじゃないかなと。ただ11とか21とか31ですよね。まあ、こういう発想、逆転の発想をするんだったらこれもあっていいのかなと思いますんで、これは現実味あっていい数字かなとは思います。はい。で、前回ね、えー、1が出ちゃったんで、 で、狙ってた03、05がね、出なかった。はい。えー、で、今回は、そうですね、一番狙って、いいなっていうのは、やっぱりまだ1回しか出てない05っていうのが、05、02あたりっていうのがいいのかなと、3は軽視したいなと。えっ、ー、とですね、 えー、年が1、えー、月がね、えー、7でしょえー、の、えー、日の星数がね、8なので、えー、水曜日は。で、8っていうのは、258系列っていうのが強いはずなんで、傾斜具っていうので言えば。ということは、あの、ここ0 2 0 5五 2点置いてもいいかなと。第一数字。はい。これ相性の数字ですけどね。はい。えー、それで、あとはですね、えっ、ー、と、8の日なので、ここ26入れていいのかなと。8系列なんで2、2たす6で8。はい。ここ26入れてみましょう。えー、で、それで、あとはですね、ここのラストの数字で、 えー、まだ1回しか出てない数字があるんですよそれが、えー、40ですかね。ということは、あのー、あ他はね、2回以上出てるんです。ということは、そろそろこれは40あっていいのかなと。えっ、ー、と、第13回っていうこともありますし、第13回っていうこともありますし、1冊読んで、あの開催会の法,法則で4系列にもなりますしね。 でやはりあのそうですね3系列でが強いっていうのはあって21は入ってるからいいとして1系列は必ずほ,ほとんどの回に出てるんで1系列でうんは絶対入れたい方がいいんで,で前回19出なかったんでねえー、19の飛び石を狙おうかなと。 飛び石、はい、37の飛び石もあってもいいのかなと思いますけど今回40狙ってみまよ,見ようと思いますなのでここは飛び石で19を、ね、入れてみたいと思いますですから私の勝負数字はこれで買ってみたいかなと思います0207119、えー、フリー21263140で5からの流し5711921263140、えー、はいえー、っとですね ビンゴ5はこれでいきましょうビンゴ5は、えー、続きましてですね、えー、ミニロトですよねはいミニロトはですねえー、っと今日抽選なんですが前回ね911っていうのが出たんです9っていうのはあの日の整数だったんですよね日の整数が9だったんで9出ましたで私のね、えー、私2数字だったんですよ えー、11これもね11が出たんです先ほども言ったようにミニロトの11が出た後は11を引っ張りやすいっていう法則はいなのでミニロトの方はですねミニロトはまあボーナス数字っていうのもありますからねえっ、ー、と11は入れたいなと思います <laughs> はい第2数字11にしようかなと思ってますはいえー そうですね、えー、で今回は929回ですか、えー、2系列っていうのもあるんで929回で9218、二、え、十、ー、になりますから11は2と同系列ですから20と同系列ですから11引っ張ってもいいのかなと思います。はい、えー、で今日の、ね、日の整数がですね、えー、っと7なんですね、えー。年月日だったら 177でミニロトは今日は7の WB なんですよ7の WB なんでえっ、ー、と7系列は絶対来るんだろうと思いますえー、前回がねえー、そうですね最大数字が23だったんでここを最大数字25でいいのかなと思います2たす5で7になるっていうことはいえー、それで あと、引っ張り考えると、やっぱり1系列は今年は強いんで、19、1系列引っ張ってもいいのかなと私は予想して、19入れたい。はい、で、11、はいで。11と14っていうのも結構相性いいんですよね。はい、で、この 2, 2数字足せば、あの25ですよね。25。これ2、2足す5で7になりますよね。7になりますよね。あの 年月と日の整数が7なんでこの2数字を足して、えー、月と日の整数になるっていうことからもこの1114っていうのもいいのかなと思います。はい、で単品で1年の整数1が,1が入ってて、えー、単品で、えー、月,の整数月と日の整数、あのー、2+5 で7になりますから。 えー、25入ってるっててるいいうのはいいのかなとでね、第一掃除どうしようかなと思ったんですが、ここ03入れたいなと私は。私は03入れたいです。えっ、ー、と、ナンバーズの方でもね、えっ、ー、と、直近回で311って出たんですよ。全、えー、前日かなあ先週ですかね。えー、っと、そうですね。31、先週ですかね。311っていうね、3.11、あの東大震災。新 日本大震災じゃないですけど311っていう数字が出たんですよ。えー、これを連動でミニ色トに切ってもいいのかなと、あとはですね、この3とここの25が、あの、足せば28ですよね、えー、2たす8で10で1、1たす0で1ですよね、1系列になると、この2つを足して、年の整数にもなる。 えー、この2つを足して、えー、月と日の整数に7にもなるということで,であとは単品で1年の整数1、えー、日の整数月の整数7入ってるっていうのもあるんであのこういうような、ね、予想の仕方をすると結構あの簡単にあの候補数字導き出せるかなと思います。ただ当たるかは,は,は別としてですけど えこうやって導き出すやり方もあっていいのかなと思います。この2数字を足して、年の整数。2数字を足して、月の整数、日の整数っていうようにね。で、あとは単品で盛り込む。なので、3、11、14、19、25。これを今日の勝負数字としたいと思います。はい。でですね、私、あのビン g 5は前回はあの11だけです。ミス原数字だけ狙ってたんで。 でね、ミニロトの方もね、あの、前回、えー、買っておりました。あの、動画にはあげなかったですけど、あのー、2数字だけですね。えー、っとですね、9、11、2数字だけです。これなんで狙ってたかというと、やっぱり9の、日のせ数がね、9だったんで、9の日のせ数の時って、 えー、27とかよりも9系列だったら9が09が出やすいのかなっていうのが思ったのとあとはですねえっ、ー、と今年買うんであればこの私の選んだ数字前回外れましたけど89112528っていうのが結構バランスのいい数字なんで28っていうのがね 2+8 で 1, 1系列今年1の年なんで1系列にもなりますし えとあと8911でねこの算数字で28にもなりますよねあの今年1の年なんでなので28になりますよね891だから8911で、えー、最大数字あと単品で1系列の28入れたりとか、えー、バランス考えて2 5十6入れるこの数字 まあ全く真似するのよりは、ちょっとこれをアレンジして、えー、これ継続買いならこういう数字買っていった方がいいかなと思います。おすすめはしたいかなと思います。ただ今回はこの数字で、えー、この数字でね、ミニロとは、えー、3、11、14、19、25、2、えー、4、5、この五数字で、で、 ビンブ5ですね、えー。これから買ってきますけど、えー、27111921263140で5711921263140この数字で今回は行ってみようかなと思っております。はい。で、ナンバーズの方がね、えーっと、やはりね、6月7の月に入ってね、この斜めの7系列のライン出るかなと思ったんですけど、 えっと非常に出てなくて、えー、7絡み7絡みっていうのが強いですねなのでここを狙うとかいうのもありなんですが、えー、昨日出た数字がですねえー、っとナンバーズ3は242なんですね242はいえー、っと左と右の数字が 2, 2のダブルだったんで2を引っ張るとしたらえー 今度は第2数字真ん中の方に2が来るんじゃないかなと私は思ってます。で、えー、2その前の数字が11だったんですね。その前の数字が75だったんですよ、確か。えー、ミ,ミニの方でしたらですけど。えー、なので、飛び石で5が来るんであればあの今日もしかしたら25出てくれる可能性もあるかなと思います。<laughs> あの 一応この数字を今月予想してるんで、えー、そちらはね、ちょっとこれは運もありますんで、えー、今月出るか出ないかはわかりませんが、出るとしたら今日の可能性も、えー、傾向からしたら25出てもいいのかなって私は思ってます。はい。えー、ミニロトの方はね、これで、えー、この5数字で生きて、えー、ビンゴ5はね、これで、 えー、買っっててみたいいと思っておりますはい、で今週末はね、えー、私の方もね、ちょっと引っ越しとかもね、あのー、忙しいんですが、7月10日、7月8日、10日あたりからですね、あのー、ちょっと引っ越し、えー、しようと思,、えー、思ってますんで、えーね、いろいろ不要品売ったりとかね、 えー、ネットでね、ヤフオクでいろいろなものを売ったりとかしてますね、えー、長野選手の、ね、サインとかね、えーまあ、バタバタしてますが、えー、動画でね、あの競馬の予想ね、えーまあ、簡単な予想ですが、あの上げれたらなと思っております、あ、はい、げれなかったら申し訳ございません、はいえー、本日の動画はあーミニロトと、えー、ビンゴファイブ えー、予想動画になります。えー、ナンバーズには少し触れましたが、えー、この数字でい、えー、ってみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。お疲れ様でした。